皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。キーコちゃんです。だーいやー、パラディン用の聖盾騎士って書いてある、パラディンなのかな、わかんないけど、パラディン装備来ましたね、福引きと同時にドラゴンクエストの、日でもあるね、今日ね。だドラクエの日記念福引きも登場したってことで、この下見てみると、ま、天空とロトの装備全部復刻したよって形で、スタンプに関しては特別な感じないよね。せっかくだったらね、あの60連目もピックアップ確定にしてくれればいいなと思ったんだけども、まあしょうがないか、そこら辺はビジネスですからね。はい。でこれから捉えるに、まあ感じ取るに、そんなに急いでガチャ引かなくてもすぐに復刻するんだね。ロトなんてもう2回復刻してるもんな。スピー。さあ、ということで早速引いていきましょう。聖盾騎士パラディの方もう読もうか。パラオのね、まあ武器強いな、ホーリークラッシュ、イオ属性の 250% がで、兜があるんだね、で、鎧上、鎧下で、今回盾もあるってことで、イオ属性特技ダメージが上がっていくのね。なるほどね、はい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 、なるほどね、イオ属性特技ダメージがバリバリ上がっていくと。さあ早速引いていこっか。じゃあね、45万ジェムシコちゃんっていう形で用意したので、今回もちゃんと引いていく。いきなりペカってる、ありがとうございます。いきなりペカリ散らかしてんのはありがとうございます。1個ね、なんだい、うえ、いきなり斧、オーノー。まあいいや、たまには20万円ぐらいでできないですからね。かけんのもいつもこれ、スキッポスキッポで OKOKOK、 爆死ね、全然 OK ですから。いつもの流れがこっから始まります。ペカレ、おお、ペカレペカル。今回は盾もあるってことなんだけども、対象のアイテムがちょっと増えたところで変わらない、同じ確率の中で戦うことになるから。斧が2個目、え、そんなエッチなことある、大丈夫か。ペカリ散らかさない、これが30連目でござる。OKOK、 全然 OK、 全然 OK、 OKOK、 全然もう2個出てるもんな。100連で2個出れば熱いと思ってるもん。だもうすでに2個出てるから、最後の1枠確定って考えたらもう3個出てるってことですから、全然もう余裕のよっちゃん、よっちゃん以下。さあそんなわけで、あんまりねドラゴンクエストについて喋るというよりも、なんか最近の感じも喋った方がいいのかな。ギコちゃんがドラゴンクエストウォークで何やってるか。最近は相変わらず、おお、いっぱいこう、確定巡りちょこちょこ、おお、鎧上、確定巡りちょこちょこやってます。週1ぐらいでやってますね。アームライオンの S が3つになったんですよ。あと1個はとりあえず欲しいなっていうところで、アームライオンの S が終わったら次はいっぱいこうね、あれだよ、キラーマシーンが2個しかないんで、キラーマシーンの心を、まあこれも4つにしときたいなってところだよね。で、隙あらば、隙あらばホークブリザードも今2体なんですが、これも4体にしとくことによって、いずれやってくるであろうヒャド属性特技武器、これ4人とも装備できるようになるよね。フォロワーの数がじゃねえよ、やめろ。おっと、すごい、やかましい本当に。さあ一箱、おお、大盾ありがとう、大盾センキュー。さあそしてこれはピックアップ確定だよね、あれ確定だよな、ああそうそう確定だよ、なんだ、おお、斧か、まあ、武器がとつれるのはでかい話的には、ただ頭と鎧下がゼロって考えるとすっぺえな。ただ5個出たからね、おお、いきなり虹、5個出たからね、いきなりで、しかも今さピックアップめっちゃ仕事してない、あ、そういう話するといきなりサボり出す、まあそれはしょうがないな。ペカリ散らかさない、 OKOK、 これは売却ですから、売却システムが作動するだけですから。いやー皆さん、キラーマシーンってなかなか外れないですね。そろそろ外れてきてもいいかなっていう頃合いにはなってきてるけど、それでもやっぱりまだ強いからね、キラーマシーンは。おー、ペカってる、ありがとう。ちなみに今回はルシファーの T シャツでございます。裏切りね、裏切りありがとう。
さあ4万ジェムを使ったあたりで今回は今のところゼロよ。あ、ペカってる、すごいじゃん。あら、そうですか。おお、裏切ってこない。おっと、ここで俺は一つ気づいてしまった。画質落としてるね俺ね。うん、画質落としてるから、これせっかくだったらもうちょっと綺麗にしたいから。オッケー、戻ってきた。福引きを引いていこう。画質上がったね。なんかぼやけてたもんね若干な。さあそろそろ5万ジェムを通過しようというところ。これは星5が一枠確定しているので、エロいですね。確実に当たるでしょう何かが。ポン、一箱ね。え、鎧上、ありがとう。ただちょっと偏ってんな。うん、結構偏り散らかしてるよ、なんだかんだ言って。あー、ペカラナありがとう。さっきよりから綺麗になったね。よし、失礼しました本当に。普段外でやるときには必ず画質落としてるんですよ、充電の問題で。うん、さあ来いよっと。たまには 2,3 箱ちょうだい。でも出てるね、ありがとう。でも出てるね、すげえな。え、めっちゃ出てんじゃん、なんか嬉しいな。ドラクエの日だから出やすいとかあんのかな。ありがとう机に&コロプラさん、一箱。うん、うん、頭角を現したぞ今。外貨を見た瞬間に俺はふと我に返るわこれ。さあここが、ピックアップ確定なんで、何かしら頭がまだ出てないから頭を装備させておきたいところ。ポン、一箱ね。最低限の保証分、鎧下、まあ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 いいでしょう。今のところ武器3って一番出てるね。うん、いつもよりかは使わない形で来たのジェムな。うん、最近なんかちょっともったいないなと思うようになっちゃったんだよね。プラス25があんまり意味ないということに気づいてしまって、キコちゃんは我に返ってしまったんですよ。見た目が変わるとかだったらね、なんかやりがいがあるけど、同じだったらあんまり使う意味はないかな。いつか変わってほしいね。プラス25はちょっと見た目が虹色になるとかさ、やってくれたら嬉しいな。する人、まあそれでちょっとでも増えるかもしれないしね。うん、鎧下ありがとう、出てくれるね。40レ目で1個か、熱いな。うん、いいよ、全然気にしないよ。次が、星5装備確定、ありがとう。で今日からメタドラが出現するのか。え、今日からだっけ、あれいつからだっけメタドラ。俺メタドラね、1個しか、グレタックス1個しか S 持ってないから欲しいんですよね。普通にちょこちょこ湧いてくれるのか、もう自分で行かないといけないのかな。え、縦2個目とか、頭ゼロ、頭がゼロなんですけど、ちょっと怖いんですけど、スキッポ。渋いね。まだ10万ジェムは使ってないけど、頭ゼロはさすがにおえぐい。そろそろ当たってほしいな。うん、さあピックアップ確定、100連でピックアップしてくれるのは嬉しいね。でも白猫とかだったらね、もうちょっと当たりやすいもんな。頼みますぜコロプラさん、鎧上。待って、やばい、頭に嫌われてる、めちゃくちゃ嫌われてる。そんな嫌わなくてもいいのに、このキラーマシンがよ。さあ頼むぜ、やば。過去最低かもしんない、頭はこれやばいね。助けてちょんまげ。ペカらない、やばい、焦ってくるよ。おお、鎧上ってことはあと1個だ、鎧上はいけるのかこれ。まさか今回はちょっと調子いいんじゃないかと思ってたんだけど、前代未聞の敗退の可能性も若干視野に入ってくるよね、このゼロだと。さすがに、うん、かぶと、あー全部銀塊、かぶと1個ちょうだい、かぶと工事頼む。ここはペカってる、左から回った金が虹になるのは確定しているが、その他は確定していない。おお、3箱あっち、ローブ、おい全部外れかい、全部外れかい。ちょっとパラディン楽しみなんだよな、レベリングしよう。レベル60になってる職業がないんですけど、うん、おいおい、60遠いんだよな、結局59から60まで270万ぐらいだっけ経験値、10万ずつ上がっていくような感じなんだよね。全然
58だね今ギコちゃんは。1食目がおネジミートル、ありがとう。もうでもパラディン使ってみたいんで転職させてみようかなと思うけどね。早速外れ、ピックアップ確定、頭頼む、頭を頼む、マジで頭ゼロは今のところきついぞ。でもこういう時に盾とか武器が出るんだろうな。おお3泊8、鎧下、鎧下もリーチよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、プレイバック、プレイバック、出ない、うわーマジか。ここまでゼロはえぐいな。さっきも言ったけどちょっと早く終わんじゃねえかなたまにはって、ちょっと淡い期待を持ってたんですけど、これまさかだよ。外貨のヘルプじゃねえんだよ、欲しいのよパラディンのやつだよ。おいおい、やべえよゼロ、やべえよ。おお、やっと出たおっしゃ調子出てきた。でも1個だな、またな、まだ1個だよな、最低限しか確保してないもんな。あ、やべ飛ばしちゃった。外貨の鎧下がここで終わっていく。ありがとう4突。さあペカらない、オッケーオッケーオッケー。まあ14万ジムか、でここが星5確定、オッケーオッケーオッケー。見して見して、ちゃんと見して、ちゃんと丁寧に見るから見して、2個ぐらい出して、ポン、はい、こう。外貨の鎧はもうネズミ色が嫌だ、変わらんな。ドラゴンクエスト10のさ、メタルーキーっていいね、ああいうのさ、このゲームにも実装すればいいのに。はぐれメタルーキーもいいのかな、わかんないけど、あれすごいレベリング楽になるよね。うん、ちょっとやったんですけど、ドワーフでちょっと始めたんですけど、すごいっすねあれ、今のドラゴンクエスト。昔はすごいレベリング大変だったイメージあったけど、今はすごい楽なんだね。光のタクト、ピックアップ確定、頭ちょうだい。脳なしのギゴちゃんに頭ちょうだい。一泊最低限かい。おお、ありがてえ。さあ残り30万ジェム、15万ジェム使ったってことだから 33% ん、頭悪いから分かんない、頭やばいよ本当に、カブトやばい。よし一泊ありがとう。外貨の鎧、今回はパラディンの装備の種類が多いから、その分なんか出やすくなってる風だね。うん、風そんな感じ。ペン、ああ2箱ね、ありがとう。外貨の鎧下が6着目、今回は闇騎士と同じで下半身に好かれてるね、すごくエッチなことだと思う。でもバランスだよバランス、世の中バランスやで。ゴンちゃんそこで横になってる、へたらない。でもなんかあんまり強欲に行かなければ、なんか爆死しても心が穏やかでいられることに気づいたよね。うん、やっぱりそのガチャ引くときはもう一喜一憂しすぎると体力が途中で力尽きてしまうので、うん、程よくがいいねやっぱり。おっしゃーとか言ってると疲れちゃうから、おお外れていく。盾と頭と武器、今んとおーっとペカってる、嫌われてるよちょっとだけ、ちょっとだけ嫌われてるから頼むよ。ポン2箱ありがとう。どっちか、聖騎士見えてる、聖騎士見えてる、盾ありがとう。大盾見た目かっこいいな、盾てか聖騎士の盾の能力見てねえわ俺。イオ属性ダメージだったらいいんだけど、イオ属性特技ダメージだったな、イオナズンがちょっと微妙になっちゃうんだよな。ありがとう一箱、君は何だい。聖騎士の鎧下、いや全然いいよ、せいちゃん、せいちゃんマジありがてえ、サンキューせいちゃん。これは出ないだろ、でもまだいける、ピックアップ確定、盾武器頭、ここら辺ちょうだい、大事だよ盾武器頭ね、めっちゃ大事。ポンおお盾はいい仕事してる、待って待っていいぞ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 、うん全然いいぞ。
間に合うかもしれんぞ、これチャンスあるぞ。いざ。いやこれな、これきついな。流れ星1個はきつい。オール銀、オール電化。さあ頼む、って帰ってくれ。やめてくれ、やめてよ。やべえ、折り返しちゃうって。あ、見えてる見えてる見えてる、目やめ。え、200個。すごい。さらに1箱追加、1個当てて。見えてる聖騎士、見えてなかったよ。王宮魔術志望が聖騎士に見えた。俺はもう目が腐ってるわこれ。盾マックスよっしゃー。あと武器、頭、鎧、上。えっ、ファニーボンが、ファニーボンがしびれる。かゆいし、頭も不潔極まりだよ本当に。あら、でもまだ折り返してねえか。25万ジャム残ってるもんな。ある、虹が見えてる最初からあるよ彼。斬鉄までやめてくんねえかなこのタイミングで。初めて見たよ今回のガチャで。武器頼む。うわ、ペガってる、ありがてえ。大事大事この演出、裏切ってくんなよ。よしよしよし、一箱でもいいよ、出よう。おお、鎧上マックス。よし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 、見た目好きなのよこの今回のパラディンの装備。めっちゃペカってんじゃん、見た目いいよね。レッドストーンっていうゲームでもさ、俺ビショップなんだっけな、パラディンみたいなの使ってたんだよ。もう回復タイプ、うん、ガチガチに硬くて、なんか下ネタに聞こえるけどそういうことじゃないよ。防御力高くてみんなを回復させる役みたいな。いや、いいんですよそれがまた。ただ今回のこのパラディン、どっちかって言ったら攻撃に特化してそうな感じプンプンするよね。だって心がさ、虹、緑、黄色、黄色、黄色でしょ。どっちかって言ったら攻撃寄りになるでしょ。聖騎士の鎧上、うん、ありがとう。さあ武器と頭にまだ嫌われているが、どこかのタイミングでグッと持っていきたいね。グッと、これは変わる、 99% 変わるよ。センキュー。まあまあしょうがないね。だからだからね、武器頼むよ。武器サファリパーク、武器サファリパーク頼む、マジで。あれあれやばいね、特に頭なんて2個しか出てないぞここまで来て。いやー、やばいって。オーマイガーオーマイガーオーマイガー、ペガリ散らかしてる。ボン、あ、1個かい、そんな変わって1個かい。ゴシパラね、スイパラみたいな名前が腹立つな。さあ、あー、確定分がすでに虹だ。これは変わらないだろう、何年しもないし。変わるんかい、変わるんかい、そんなに。ここで引けないのはガチャが下手な証拠、リコちゃんのガチャの下手な証拠だよ。武器と頭を頼む、マジで。武器と兜ね。うわ、やばい、やばいやつこれ、まさか追加課金かこれ、まさか、まさか動画初の追加課金かこれ、追徴課税か。ドラクエの日頼むぜ。もう20万ジャム使っちゃったよ。24万ジャムか。おお、ペガってる。一気に頭ポンポンって2個とか出しちゃうよ。頭ポンポン、頭ポンポン。なんか仕事しなくなってきたね。ちょっと待って、100連で1体か。しょっぱいなしょっぱいよ。武器と頭がめちゃくちゃ欲する。あー、最低限か。鎧下じゃないんだよな、ここで引けないときつくなってくる。ここで5分の2が引けないときつい。オーマイガー、運だからな、運に振り回される男、運命に振り回される男、ちゃんぎこだよ毎回毎回。ペカってる、頼む。武器か兜、武器かぶ、武器かぶ、
武器カブ武器カブ武器カブ20万ジェム折り返しちゃったね。嫌な予感がプンプンするな。プンプンは匂いだけどな。さあ残り20万ジェム、20万ジェムも大概いい値段だからね。うん、1万円で1万1700ジェムだから変わんないんかい、この裏切り者が。裏切り演出め。おお、あるかもしんない。よし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 、あー外れていく、それはえぐい。ダメだな、ちょっと運に見放されてるかな俺は。待て待て待て、武器と頭が出ねえもんな。手からない、見放されてるな。ちょっと厳しいか、今回厳しいか。これも鎧上とか鎧下だろ、どうせ俺なんとなく見えてる未来が。確定分かい、立ってサファリパーク違うんだよな。まあ5分の3の方に傾いちゃうのもまあしょうがないよね、確率だから。ペカリ散らかしているからこそギコちゃんがやることがある。箱、うん、このまま敗退の予感が若干するな。変わってる、ひょっとしたらこの虹箱のための演出かもしれない。変われ、ああそうだよね、仕事しない。おっとこれは嫌われているか。ポン一箱、縦じゃねえんだ、縦じゃねえんだ、武器と頭なんだ、なんだべ、手に入んないべ手に入んないべ、来いよ。もう喋れることないからな、なるべく早く終わってくれることこそが俺の本当のボロが出ないんだよ、動画としてやばいんだよ喋れないから。後半引き出しのなさだよこれ本当に。一箱確定してるやつはもう出ちゃってる、虹として。さらに増えていかない。ヤシャのコンいらねえけど、キャド属性特技ダメージ唯一持ってる氷結乱撃持ってんだよな。よかってる、ちょっと諦め気味、諦めモードムード入ってます。なんかちょっと嫌な予感する今回は。うん、全然出ないもん。さあさあさあ、ペカらない、ポンポン行きましょう。ポンポン、敗北をするときも勝利をするときもポンポン行くんだよ、テンポよくな。おペガってる、おこれは 99% 変わるでしょう、ダブル演出だもん。でも一箱っていうね、このちょっと裏切られたかな、若干なんだな。さあ次ピックアップ、ピックアップだけを頼りに行くのは相当きついよね。3万円だからねこれね、1個当てんのに最初から出てるし。武器か頭よろしくね。やばいな、どっかで盛り返したいな。ポン、おお3泊8、10連目からでも全部外していく。あ用意した、偏っちゃってんだろうな多分な、これ頭2はやばいね。それにしても運とはいえ相当やばい、や頭2しか出ないのは。頭あと3必要なんだぜ。しかしここら辺で急に具合がよくなってゆく。斧あと1個、斧はあと1個だよ。さあそうしたら斧が終わったら頭の1点狙いを3個分いくってこと。プラチナトレイン2とかそっちの確率度が低いんじゃないの。なんでそこ引いた今、これやばいな。クリスタルクローじゃねえんだよな、これは相当だな。過去最悪の可能性が出てきたぞこれ。メタスラの剣には勝てないけど、毎回これ言ってんだ俺、過去最悪って。
ヤシャコンね。5万ゴールド。ありがとう。手からない。うん。ピックアップ確定。さあ、どうだ？はい、ありがとう。さあ、ここでピックアップ。武器か頭でよろしく、ちょんまげ。最初から出ちゃってるな。ポン。鎧上か。ダメや。今回ダメだ。今回ダメだ、頭。頭悪いわ、これ。完全に。ポン。2箱ありがとう。いきなり出てくれたらテンション上がるよ。出ない。外れる。闇ガチャ来た。闇鍋の中に落ちていくよ、ギコちゃんは今。お、虹が見えてる。それでもテンション上がるよね、虹ってね。変わんねんかい。じゃあ演出いらねえ。雷神になるね。最初は良かったんだよな。後半一気に尻すぼみしたね、ボーンっつって。キラピ、演出なしからよく出てきてくれたよ。それは感謝だ。ペカらない。OK。 さあ50連目。10万ジェム切っちゃうよ。ペカらない。さあ星5装備1枠確定。ここで武器か頭でよろしく。たまにはちゃんと仕事しようぜ。おお、仕事頼む。タクトとルーンバックラ求めてないんだよな、今の時代。誰も、いや、光のタクトは求めてる人いるか、ルーンバックラも求めてる人いるか。ルーンバックラって唯一の魔法の盾だもんな。強えもんな。一泊ありがとう。うん、ペカってる。でもそれだけだから裏切ってくる可能性大いにあり。オーケーオーケーオーケー。一箱ね。はぁ、10万ジェム切っちゃった。もう無理だこれ。頭、武器はワンチャン。うん、変わっても一個か。鎧下、鎧下10着目。交換システム欲しいな。さあ、演出は何もないが最後に1個は変わっていく。おっと、一箱。鎧下いらないよ、こんなに鎧下ばっかり。闇騎士と一緒やんこれ、パターンが。ちょっと待って、さあ、おっと、トップがいきなり虹。俺よく喋ってるな、今回よく喋ってるよ。うん、これめちゃめちゃテンション下がるからね、言っとくけど。想像以上にテンション下がるんですよ、これって。うん、結構演出はいいね。でも結果が伴わないとその演出はむしろ逆にイライラするよね。その結果はさすがにイライラするよね。さあ、3万ゴールドをゲットしていく。さあ、ギガ武器強化石からない。45万使っても4突できないのか。ん、厳しいね。ペガっていく。ポン、いっとこ。聖騎士の斧、おー、斧が終わった。あとは頭の1点狙いだよ。残り3個。無理だろう、これ。できたら奇跡ぞ。うん、頭3個は。こっからは、斧がすごいな。急に斧が、ぐんと来たね、もういきなり。ちょっと心臓がついていかないよ、そういうの。ただ、違う。もう、あとは、頭だけなんだ。兜だけなんだ。兜工事頼む、マジで。マジンガセット。パイルダウンして。俺の端末に。俺も来てるし。さあ、次はピックアップ確定か。兜。5分の1を当てよう。ガチャのうまさを見せつけていこうぜ。しかも2箱じゃんこれ。あっち、カブト、パテか。まあいいけどさ、しょっぺいな。カブト頼むよ。10連目からカブト当てちゃうみたいなテンション上がるやつ頼む。いっぱいこれカブトでしょ、上がってるよ。あー、ローブした。もう終わりじゃんこれ。
戦いが終わりなんですけど。なるほど、なるほどね。え、それを兜でやってくれたらめちゃめちゃテンション上がったんだけどな。盾は違う。嬉しいけど違う。盾じゃねえんだ今は。兜なんだ。ペカってる。ペカるってことは出るよ。虹が2箱兜。オッケー、いいよ。もう諦めたよ。もう2箱確定してんじゃん。あっちいいじゃん。ピックアップ金も変わるから。おお、2箱ね。ワイルドボトムと外貨のヘルムか。ありがとうね運営さん。嬉しいよ。売却するけどね。さあ変わるのか。お、2箱ね。ありがとう。盾と鎧上、そうだよな。頭2個しか出ないよな。それは40万なんかじゃ頭2個しか出ないよ。分かってた。うん、40万円なんか小銭だもんな運営さんにとってみれば。あってもなくてもどっちでもいいみたいな、そういう態度だよこれは。なあ、かぶと、真実に一歩近寄った瞬間に甘い感じしてくんのやめて。さあこれもかぶとだったら激アツ。プンプンまる最後の大逆転劇出るか。ピックアップ確定。さあ残り100連増。ここで兜を1個当てとけばめちゃくちゃチャンス、チャンスリーだ。チャンスリーがある。チャンスリーパレスだよ。そんなに買うてそれ。ある、あるわ。あと100連で兜1個。マジ頼む運営さん、やらしてくれ。下ネタじゃないぞ。わからない。この100連だけはちょっとちゃんと演出見ていこうか。大事な100連。金か。お願い出てくれ。よし、ペカってる。ペカることがまずスタート地点。3箱ぐらい行こう。よし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 。カブト。聖騎士の斧？聖騎士、聖たけし、聖たけしってなんだよ。ジャイアンになっちゃった。うわー、やばい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 。スルーしていきたくないな、この100連に関しては。大事。いけー、ポン。ゴールド3万ゴールドとプラスガムト。でからない。これやばい。スルースキル発動。ここでこの次で、おお、虹、あと2つが出しちゃおう。これあっちあっちあっち、カブト来い。ガンガース、出てる出てる。最後の100連あっち。ここでカブトが来ればボーン。やばい、頼むよ。よし、父さんこれ見ていい？この確定だけは見して。さすがにカブト、カブト出てくれればもう本当にマッスル村井だよ。うん、マッスル村井だよ。もう完全にやばい。本当に頼む、マジでお願い。次だよ、お願い。カブト、卵焼きはいらない。カブト、オッケー、ピックアップにかけよう。全部ピックアップにかけよう。もはやペカってる、あるよ。1234あるよ。く見よう見よう、大事にしよう。初めてだよこんな見るなんて。俺別に尺伸ばして10分以上かどうでもいいんだけど、尺伸ばしじゃないんだよ今。もうそういう問題じゃない。心の問題だから、気持ちの問題だから。この次よ、ホワイトバックラの後に激安の兜が
ってるペカってる、後半グーン来てる、あるぜ。一箱かい、しかもそっからで一箱かい。ローズウィープ大丈夫、見ない、見ないよ、まず見ない、多分もう出てるから見るよ、せーの。待ってくれ、ゴシックパラソルとかやめて、テンション下がる、その色クリスマスっぽいんだもん。さあここもできればペカってほしいけど、ペカるよね。いやマジか、あちいやん。一箱ね、見ていこう、今回も見ないでいくわ、見ない、まだ見ない、いくよ、3、2、1。ガイカのヘルムじゃねえんだ、欲しいのは。ザラストエディション、これだぜ。これで当てれば足りたっていう計算になるからね。何かしらが必ず5分の1を当てれば俺は勝ち、いくぞ、ガッガーン、やるゆえかよ。でもあと10連引けるんだ、もう無理、もう無理。